MR メルヘン・アウェークンス・ロマンスは、安西信之による日本の少年漫画。総発行部数は900万部。サンデーウ、エブリナイにおいて2019年8月5日、更新分より、リバイバル掲載が開始した。2003年から2006年まで、週刊少年サンデーで連載された、バトル・ファンタジー漫画。タイトルは、ドイツ語のメルヘンにちなむ。しかし、 北米での公式な読み方は、マール。安イが個人誌、ドリルカプセルマーケッツボリューム2、ボリューム3にて発表した、フェアリースノーは、本作のプロトタイプにあたる。2005年4月に、MR メルヘブンのタイトルで、テレビ、東京系列にて、アニメ化、その後コナミデジタルエンターテインメントから、テレビゲームトレーディングカードゲーム化された。本作品の重要なアイテムである。 RM は、安西の趣味である、シルバーアクセサリーを元に考案された。ちなみに、原作、アニメ内では、指輪やブレスレット、ネックレスなどの種類があるが、実際に商品化された際には指輪に統一されている。当時、サンデー連載中の作品としては、単行本の売り上げが、名探偵コナンに続く、第2位まで上昇するほどのヒット作であったが、安西の意向により、 全15巻で終わることとなる。そして2006年39号から2007年28号まで、星の幸い、一郎の作画による続編、m r オメガが連載された。メルの公式ファンブック、アクトシルバーも発売されている。アニメにおいては、テーマソングを、すべてのオープニング、一部のエンディングにおいて、ガーネット・クロウが歌っている。特に2006年の同アーティストの、 シングル CD リリースは、大、大、なり、幻を除き、すべて同番組のタイアップである。その理由として、ギザ・スタジオのバックアップによることが挙げられる。メルヘンの国に憧れていた、普通の中学2年生、トラミズ・ギンタは、モンバン・ピエロと呼ばれる、RM の力で異世界、メルヘブンへ召喚された。この世界では、RM という魔法のアクセサリーが存在し、 それを使用することによって、使用者に力を与えることができる。メルヘブンに来た銀太は、バッポという、生きた、RM と出会い、仲間たちと出会い、共に戦闘集団、チスの兵隊に立ち向かう。この世界における、マジックアイテムの総称。これを使う術者は、RM 使いと呼ばれる。使いこなすには、経験を積み重ねることで術者に染み込んでいく、魔力と RM を、 自分の体の一部のように心を通わせることで、呼び覚まされる視覚や聴覚、触覚などとは異なる感覚である、シックスセンスが必要とされる。シックスセンスは、主に直感や想像力が必要とされ、得得できれば、相手の弱点ポイントや RM の動きを的確に見切ることができる。本戦の試合形式は一対一の RM バトルを団体戦形式で行われ、 以下の手順を踏む。二つのサイコロの目の数で、フィールドと人数を決める。各チームで参加者を決める参加者が、各チーム一人ずつ戦う。負けたチームに所属している上に、個人で敗れた者は、以後の大ーゲームへの参加資格を失う。ここまでの団体戦を、すべての参加者が、参加資格を失うか、キャプテンが個人戦で敗北するまで、繰り返し行う。 オープニングテーマエンディングテーマアンブキュニバーセルから発売された。ED のスタッフロール終了後から次回予告の間にあたるパタパタアニメ風のコーナーでエドワードとベルが掛け合う形式である。時間は30秒。テレビの放送コードその他の関係でアニメでは原作にはない設定を追加したり、ところどころセリフが変えられていたりしている。すべてコナミから発売された。 発汗中扉来は感謝の気持ちを込めて、ガーネットクローのイラストが描かれている。MR メルヘブンマイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。